政党公認都議会議員候補、玉川秀俊、でございます。まもなくここ町の間大堀店ご当地の一角をお借りいたしまして、玉川秀俊によります街頭演説会を行わせていただきます。入国のひとときにもかかわらず、多くの皆様にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。それではこれより玉川秀俊によります街頭演説会を行わせていただきます。ご近隣の皆様、ご通行中の皆様、こんにちは。こちらは命を守る、未来を作る玉川秀俊、玉川秀俊でございます。本日はご当地をお借りいたしまして、都議会議員選挙公明党公認候補、玉川秀俊、玉川秀俊の街頭演説会を開催いたします。大きなマイクでお騒がせをいたしますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではお待たせいたしました。都議会議員選挙公明党公認候補、玉川秀俊、玉川ご通行中の皆様、ご近隣の皆様、そしてお集まりの皆様、こんにちは。公明党の玉川秀俊、命を守る、未来を作る玉川秀俊でございます。この度、大田区議会議員さん20年の経験を経て、都議会議員選挙初挑戦をさせていただきます。選挙戦9日間も後半折り返し点に入りましたが、非常に劣勢を強いられている状況でございます。未だ当選圏内に届いていない、非常に皆さんにも申し訳ない思いでございます。さらなる玉川秀俊へのご支援、力強いご支援賜りますようよろしくよろしくお願いを申し上げます。私玉川秀俊、政治信条は命を守る、未来を作るでございます。この命を守る取り組みとしまして、今この皆様の関心事でもございます、新型コロナのワクチンの接種でございます。これまでも国政におきまして、公明党が強い推進をしまして、海外製のワクチン日本で輸入できるようになりました。そして各自治体においてこの接種行っているところでございます。大田区におきまして、かなり慎重すぎたのか進むのが遅かった、接種券の配布がなかなかされなかった皆様にご心配ご不安をおかけしました。本当に申し訳ございませんでした。大田区は当初9つの集団接種会場だけでこの高齢者の皆様へ接種を行おうとしていました。私たち公明党、現場の声を聞く中で、高齢者の皆様、まず集団接種会場、遠くまで行かなきゃいけないのか、近くのクリニックで打てないのか、かかりつけのお医者さんに打ってほしい、そういったたくさんの声をいただく中で、3月に行われました大田区議会予算特別委員会におきまして、公明党総括の質疑でこの声を届けさせていただく中で、大田区は医師会の皆様と連携をして、200会場近く個別の接種会場として、近くの診療所、クリニックでも受けられるようにしたわけでございます。こちらの町の祭りでもかなりの方が予約ができたという喜びの声をいただきました。この200近くの接種会場もそれぞれ予約の方法が違うということで、また皆様に混乱を招きかねないということで、我々公明党玉川秀俊、区議会公明党で情報をいち早く大田区から入手をしまして、すぐに一覧表、カラーズルの分かりやすい一覧表を区議会公明党ニュースとして発行いたしまして、6月3日の
新聞折り込み、そしてまた地域へ皆様へを配布をさせて、なんとかこの情報、分かりにくい混乱まで聞かれない情報を、正しい情報を皆様にお伝えをさせていただきました。皆様から非常に役に立ちました。おかげさまで迷うことなく予約が取れました。喜びの声をたくさんいただきました。このようにしっかりと皆様が安心と希望が持てるように、現場の声を形として取り組んでいける力があるのが公明党でございます。これから高齢者だ、今高齢者のワクチンの接種第1回が5割を超えたところでございます。これからさらに加速をして、国のプロジェクトでございます7月下旬までになんとかこの接種が終えられるよう、玉川一郎氏、公明党力を合わせて全力で取り組んでまいります。そして接種券、この本日6月29日で12歳までの接種券全員に配送が進みました。これから届くと思います。64歳以下の皆様への接種、これからも予約接種の受け方、これからのまだ協議をしているところでございますが、一刻も変わっていく状況の中で、集団接種会場、こちらの拡充なども行っていきます。都議会公明党におきましては、20代の方たちへの接種早くやるように、これは要望をしてきたところでございますが、この度その要望を受けて、東京都におきましても5つの集団の接種会場、特別な会場を設けていく、そのような運びとなっております。これからこの全世代に向けての接種、11月までにはなんとかこの日本国民、希望する方にはワクチン接種することで、このコロナの収束に向かっていくことを願うところでございますが、皆様の協力、スムーズに接種が一緒にできるよう、公明党玉川一郎氏、力を合わせて全力で取り組んでまいります。そしてもう一つ、命を守る取り組み、私、区議会議員10年で大きなテーマとして取り組んできたのが、防災・減災への取り組みでございます。東日本大震災、ボランティアで活動した経験、また防災士としての資格も取得しました。このような経験と知識知見を生かして、これからまた激甚化する自然災害の猛威に立ち向かっていける災害に強い首都東京を作っていく決意でございます。さらに力を入れてまいる決意でございます。そしてもう一つ、命を守る取り組み、日本人の2人に1人がなるというがん対策でございます。都議会公明党の先輩が取り組んできたこのがん対策、最新の放射線治療や緩和ケアの充実、この度都議会公明党が政策目標と掲げたチャレンジ8、その一つに重粒子線治療の導入というものを挙げております。難治性のがんにも効く、副作用も少ない、短時間で治療が終えられる、働きながらがんの治療が受けられる体制を、この重粒子線治療都立病院においてできるように、都議会公明党玉川一郎氏、進めてまいる決意でございます。そして命を守る、未来を作る、この未来を作る取り組みとしては、未来の宝、子どもたちへの支援、年々加速化するこの少子化に向けて、子ども産み育てやすい環境、男性女性ともに働きながら子育てができるように、また子どもの子育ての経済的支援、教育費の負担軽減、こういったものにこれからも公明党は取り組んでまいります。その中で都議会公明党が目標、政策目標を掲げている8つの中の2つ、子育てに関すること、保育料の第2子の無償化、そして医療費の18歳高校3年生までの無償化でございます。このような目標を今回掲げさせていただいております。またこのコロナ禍におきまして、子どもを産み育ててほしい、そのために出産応援事業としまして、令和3年度、赤ちゃん、お子さんが生まれた家庭には10万円のサービス受けられる、そのような事業を公明党の強い要望で実現させていただきました。さらにこの出産応援事業、栃木に緊急要望として公明党、都議会公明党を出す中で、3ヶ月前倒しで令和3年の1月から生まれたお子さんたちに、この事業、
出産応援事業を受けられるようにさせていただきました。これまでもコロナ禍において都議会公明党組織に対して49回397項目の緊急要望を行っていただき、9割近くが実現しているわけでございます。現場の声、小さな声を聞いて政策として打ち立て合意形成できる公明党には全国3000のネットワーク、地方議員と国会議員のネットワーク力がございます。公明党の大きな力でございます。このように立てた政策を通して実現していく力があるのが公明党でございます。この公明党、都議会公明党、今回23人出ております。都政をこれまで引っ張ってきた都議会公明党一人も欠けるわけにはまいりません。玉川出戸市、今回大変に厳しい状況でございます。当落線上にまだたどり着いていない。その中でなんとかこの都議会公明党の一員として皆様に押し上げてまいりたい。玉川出戸市に力強い一票、皆様の一票を投じてもらいたい。またさらに一票、もう一票と友人知人にもぜひとも玉川出戸市にお決めいただきますようお願いを申し上げまして、玉川出戸市、命を守る未来を作る玉川出戸市の訴えとさせていただきます。ご清聴のほど誠にありがとうございました。